安値さん、どのぐらいのパソコンスキルがあったら稼ぎるようになるのかうんいい質問ですよねでもねこれいい質問であるのと同時に非常に答えやすい質問でもありますよね、まあ、多くの人が不安に思うでしょう、まあ、スマホで撮った画像をパソコンに取り込むあれなんてのは iPhone の 3GS か4なんとかっていう時のすごい型の古い時代ですよね未だに再生されていて前回私が見た時11万回だったんですけども だからこここ年ででも1万回またた再生されたってことでしょうね。あれこそロングテールずーっと再生される本当に超簡単で適当に撮ったやつなのにあんなにね黄金を切り開くとはね思いませんでしたね今度アナリティクス見てみたいなと思いますけどもどうでしょうかね、はい、今回の名言なんですけどもあのヒットマンリボーンっていうところにね僕は人の上に立つのが苦手なようで屍の上に立ってる方が落ち着くって言葉があるんですけどもこれ私にすごく言えることなんですよ 私は社員とか部下っていうのをたくさん抱えるのはちょっとね、えー、似合ってなかったっていうかまあ見た目にはいいんでしょうけども扱いきれなかったですね社員とか部下に搾取されて自分のお金が持ち出しされたみたいなところだったんで人を使って自分が儲けるっていうのはうまくいかなかったのかなと思いますその代わり下屍ののには立ってるのかなと思うんですよこれどういうことかっていうとネットビジネスを諦めた無数の人がいるわけですよね。 その方たちってのは多分何かの参入障壁を超えられなかったんでしょうで諦めて退場していったいわゆる屍っていう状態なのかなと思います、まあ、私はわからないことを一個一個日々わからないことをわかるようにしていったできないことをできるようにしていったその先に今があるのかなと思うんですよだからどの程度パソコンのスキルがあればいいのかどのぐらい情報を持っていればいいのかそれは逆でですねあの自分よりも情報とかスキルがない人に対してセールスをしていくわけですから多分 初心者であっても超初心者に対してはコンサルができるし中級者だったらね初心者とか超初心者にコンサルができるでしょうし本当にパソコンを全く触ったことも買ったこともない人に対してはパソコンを買うアドバイスができると思いますしねまあなんせ私の塾に一番最初の生徒として来たやつはパソコン触ったことがないし電源の入れ方が最初分かんなかったとあのリンゴマークみたいなところで電源とは思わなかったらしいんですよねそっからスタートして1年目で月収年収1000万,、えー、万ですか あいつどうしたのかな, <laughs> なんか途中でね精神乱れていってですねなんかインチキなことをし始めたんで、はい、もう波紋しましたけどね <laughs> まあそんなことがありますんで、あのー、今節丁寧に自分の上を見るんじゃなくってやっぱりお金を頂くのは自分よりもスキルがない人とか経験がない人とか困ってる人だと思うんですよで自分が困った時はお金を出して自分よりも上級の人にいろいろと教えを乞えばいいんじゃないですか まあ、タカさんとのやり取り順調に進んでるんですけども私今日もねタカさんとのやり取りの中でそっか塾売れてるんですよ今日も <laughs> ねえでもタカさんの方がパソコンスキルは圧倒的に上だと思いますよでもパソコンのスキルとかプログラムで勝負してるんじゃなくてそうじゃなくてセールスで勝負してますからねとなるとプログラマーさんってのはもしかしたらねセールスとか営業とか苦手だから こうやって商品構築とかプログラミングとかデバッグっていうまあ裏方に行ったのかもしれないです私はどちらかというと裏方で頭を使うことが苦手だったんであの多くの人に語りかけてそして信頼関係作ってこれですよっていうふうに例えばプログラマーさんが作ったものをお渡しするみたいなのがね承認あってたのかもしれないですね、まあ、今ではね自分の動画を販売してるんで、えー、自分で商品作って自分でセールスの動画作って自分で集客の動画作ってみたいな感じで全部 YouTube で一気通貫してますけどね まあこれもだからできなかったことをできるようにしてきたその集大成なのかなと思いますね。じゃあいってらっしゃい